こんにちは、みみのはんなり京都 TV どす。はい、やってまいりましたよ。今日もさよたら先々とお送りする京都のめちゃめちゃ素敵なスポットを本日ご紹介したいと思います。私たち今ね、京都の今熊野っていうところに来てるんですけど、こちらのね、住宅街にむちゃくちゃ素敵な穴場スポットがあるんですよ。こちらを今からご案内しますので、みんなの衆ついてきなさい。行こう。よし、みーみーはんなり京都 TV。 京都を中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。花と果樹の東山ガーデン、見てこんな可愛いね、お店があるんですよ。撮影許可はしっかりといただいております。可愛い。どうされた、めっちゃ可愛いやろ、うん、めっちゃおしゃれ、めっちゃおしゃれ。ほんまにこんなね、今熊野ってよく通ったことあるんやけども、山を越えるぐらいしかしてなかったけど、こんな可愛いねカフェっていうか、あのなんていうの、これなんていうの、カフェじゃない、テラスカフェテラス。あのお庭がね、本当にメインなんですよ。こちら食事もメインやけども、もうその食べた後の景色を後で見せますので、お楽しみにしててください。すごい人気で、もう予約しないと入れないんですよ、ここで。いち早く予約して撮影の許可も取って来てますので、お楽しみください。マシよし。めちゃくちゃおしゃれです。このね、週替わりっていうのがあって、これが週によって変わります。これね、いろいろついてて本当に本格的で、フルーツゼリーとコーヒーもついて1680円はお値打ちです。もうね、ほぼ本当にもう自家製のね、何々っていう感じで、おしゃれ。で、今日は予約をしてるので、こちらのね、自家製ジュースから1人1個ずつドリンクプレゼントです。めっちゃ嬉しいわ。これが果実酒のね、新登場の野菜たっぷり卵焼きとマッシュパンプキンのオープンサンドプレート、1380円。すごいボリュームこれ。ちょっとさよた持ってみて、大きさ分からへんから。これほら見て、こんな感じ、めっちゃまあまあ大きいよね。大きい。そして私は週替わりプレート、めちゃくちゃ美味しそう。見てこれ。旬の素材。ちょっと、うん、美味しそうやな。お腹空いた。うん、ではいただきます。乾杯からしたいと思います。いただきます。これがもう裏の畑で採れるらしい。乾杯。果肉を吸うの？うん。どれ。おいしい。うん、おいしい。どれ？ああ、おいしそう。いただきます。もう自家製やな。全部ね。うん。あれ、オレンジ。おいしい。オレンジ。ドレッシングめっちゃ美味しい。サンドイッチみたいな感じ。不思議やな。あ、それそんな感じね。こんな感じね。美味しい、美味しい。ドレッシングめっちゃうまいな。わあ、美味しそう。卵は？ん？卵入ってる。最強焼き。まあ、なにそれ？ラズベリー？大豆焼きめっちゃ美味しいな。見てこれ、豆、おじゃこご飯、美味しそう。あら、
3倍ぐらい食べたい。どんどん来るわ、予約みんなしてるからどんどん来る。うん、卵うま、卵美味しい、全然違う、なんか全然、なんか何もかもなんか全然違うね。何狙ってんの？また言い出した。これ美味しそう。この前もカレーの時にな、チキン乗ってたやつな、自分の食べてるのにな、それ美味しそうとか、肉美味しそう。最高。だから、今度はこうしよう、1番に刺繍が決める。うん、そうやな。だからな、先に決めちゃうやん、いつも。そうそうや、そうしようやん。そうやそうや、先に決めてもらおうやん。でも、ってほんで、って5分ぐらい悩んでからな、絶対言うで。みんな何にするの？めっちゃ美味しそう。うわ、これめっちゃ美味しそう。これちょっとなんかいいね、これ。うん、なんか作れそうやな。中何が入ってんの？ひき肉？つくねっぽいよな。手が込んでるのが美味しい。みんなふんだしな。くるみパン絶対美味しいやつや。マジで美味しい、これ。美味しいで。これもまた美味しそうやん。これ何？芋が入ってるからあれ？え、そうなの？じゃがいもじゃなくて？じゃがいもとベーコンのスープ。これも。ポトフみたいな感じ。毎日食べたい、こんな。誰か作ってほしい、ほんまに。女性にはおすすめやな。救う。助けてあげよう。助けてあげる子供たちを。よって食べる妖怪が。全然酸っぱくない、甘い。でもよく見たらなんか気持ち悪い。分担、分人、カツの分人、分人のカス。カツラ文鎮のカス。リキの妄想よ。おしゃれ感まるでゼロになった。ビールみたいな飲んで。綺麗に飲めました。分担ゼリーね、分担ゼリーとアイスティーストレートです。けの皿でさ、ってたよ。違うの来たね。何が？何してる？遊んでんの。遅いか。この人はまだ来てません。まだ来てません。ね、いただきます。でもほらふわふわだから多分。ギュッと凝縮したら、絶対絶対ほら食べるわな。いただきます。許されへんやん。やめてるやん。おいしい。やっぱふわ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 違う、社内放送やん。ごちそうさまでした。はいよ、ごちそうさまでした。はいよ、ペロッと食べたの。でかかったけど、ほんまに空気がいっぱい入ってたから。ふわふわやった。すぐなくなりました。では、後であたいの庭を見せたいと思います。誰の庭や。あたいの庭。笑ってるわ。あたいの広い庭見せてあげるわ、君たちにも。広い庭。雨も降りそうやから。よかったね。よかった。じゃあお腹がいっぱいになったということで、今から運動していきたいと思います。ガーデン、ガーデン、あちらです。分からなくなってきたけど、ちょっとまあまあ遠いな。え、あそこまで行かなあかんや。
ほら、あれ、なんか家みたいな。レモン、むしりや。天然レモン、レモンや。これみかんちゃうの。これあれちゃうの、さっき食べたやつ。すごい、なってる。セミホラータワーも見える。あれ何やの、あ、どんぐり置いてあるよ、これ妖精さんや。すごい、すっごい良かったね。果樹園、めちゃくちゃ良かったです、うん、風も吹いて景色良かったね。景色めっちゃ良かった。夜来たらすごい楽しいかもしれへん。いや、そらかんかもしれへんし、そこは問い合わせください。そうですね。では楽しいご飯も終わりまして、楽しい果樹園も終わりましたので、また皆さん次回の動画をお楽しみにお待ちくださいませ。ではまた次回、さようなら。さようなら。チャンネル登録してね。